はい、皆さん、こんばんは。ねえ、今夜もやってきました。なんか一週間がめちゃくちゃ早いです。もう、あっという間にね、また毎週火曜日19時ということで、とってもとっても冬のきらめきでしょうかね。この、もう、FM 議論から生放送でお届けしています。今日はですね、MK グレイスプレゼンツと、輝きの流儀ということでですね、いつも思うんですけど、空気が澄んでるからかな、余計なんか綺麗に見えてしまう、このね、夜の北谷町、基地を手前にですね、ネオンが美しい、クリスマスのイルミネーションも輝かしいばかりのね、風景がここから見えるわけなんですけども。はい、今日はですね、また、輝きの瑠璃、輝いているのか、輝こうとしているのか、そんなゲストというかね、一緒にやってるチームメイト呼んで、盛り上がっていきたいと思います。皆さん、最後までよろしくお願いします。お願いします。はい、ではね、この番組ではメッセージを募集してます。メールアドレスは797@fmgino1.com、またインターネット同時放送してます。音楽やトークをインターネットでも、インターネットだと、インターネットでも、お楽しみくださいと。はい。いいですか？聞き方は、パソコンで聞くには、 FM ギノワのホームページにあるリンクをクリックして再生してください。ユーストリームとね、映像と音声ネット配信してます。 FM ギノワのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しています。ね、たくさんツイートお待ちしています。今日はね、曲もちょっと届けちゃおうと思ってるんですけども。はい、では最後までお願いします。はい、MK グレイスプレゼンツ輝きの流儀、今日は、担当します土井秀人です。皆さん、こんばんは。そして今日一緒に迎えていますのは、MK グレイス代表取締役、高根正人さんです。さんですもいいから。お疲れ様です、お皆疲れさん。様です。よろしくお願いします。はい、で、今日は、やっぱり先週もね、ちょっとお話ね、皆さんにしたんですけども、やっぱりもうね、沖縄というとこんな、時間結構混み合うことも多いんですけども、車社会ということでね、私の車のね、ことにもう詳しくて楽しくてっていうスタッフがぐっと揃って、沖縄市山内というところでね、まだ沖縄アリーナ建設中で、まだまだどこにあんのってわからない人も多いかもしれないんですけど、その向かい側、道路挟んでね、向かい側で営業を20日日曜日に開始しました。イエーイ。よっ。はい、じゃあどんな、車屋さんでしょう。ね、ここはちょっとプロフェッショナル聞いてみたいと思いますが、どんな車屋さんでしょうね、マルク。これはですね、いわゆるまあまあ普通の車ですね。 はい、もう正直に、でもですね、僕たちみたいなですね、こういうキャラの、社員が皆様の待ち受けているのでですね、お話にはこと絶えないかと思いますね。はい、内容としてはですね、もう本当に普通なんですよ。中古車の、主に買い取りを力を入れて、やっています。あとは、中古車の販売、新車の販売で、整備、車検、板金、もうすべてやっていますね。はい。あとね、一つだけ違うっていうか、他の車屋さんと違うなっていうところはですね、僕がですね、ちょっとレースをやっていたんで、ちょっと車のことにはちょっと、詳しいかなというですね、コーディネートに関しても、
いろんな車をあの見てきてますので、ね、うん、いろんなジャンル の, あのアドバイスは十分できるかなと思います。わかります、わかります。そんなね、マルクという今ね、そのロゴも貼っつけたりどこでね、毎日も、雨の合間を縫ってはね、うん、こうペンキこのね、もうべっとりついちゃって、僕も高校生のバイトの時以来で、もう一生懸命ペンキ塗って、今日もねちょっとご車をご希望とされるね、お客様が、どうしたあれ、あれ なんかこう白い斑点がいっぱいついてると思ったら、でペンキ塗ってたんだみたいな、ところでね、みんなでこう手作りでね、スタートしてるというところも、とってもなんてでしょう、親近感を持っていただきながら、あとはちょっととこうね、どうせだったら こだわる、ね、うん、こうエンジン音であったりなのか、で、うん、チューンアップなのか、ちょっとこだわるなーっていう、ね、若者の皆さんや、うんうん、ちょっと、ね、軍の方だったりなのか、うん、のお気軽に、ね、ちょっと顔出していただけたら、とても入りやすい雰囲気ですからね、うん、はい、と思っております。ね、じゃあ、今日はですね、さらにちょっと後半ですね、すごいちょっと企画が、今週12月の27日日曜日に、ね、企画を考えてます。まあ、イベントですね、ちょっと車を使って盛り上がりたいなっていうイベントが、北谷町からスタートするというので、うん、後半とね、皆さんにお届けしたいなと思っています。じゃあ、ちょっと一曲、ね、今日は3人もいて、ね、うんうん、皆さんからすると右側なのかな、はい、みっちゃんがね、うん、森光雄さんが、はい、選んだ、はい、なんと社長も知らない、うん、この選曲、うん、行ってみましょうか、1曲、はいはい、虹のコンキスタドールで、2人のシュプールですね。あとで怒られる。いや、いいと思うよ。なんか思った。思いましたね。これね、ちゃんとスキー場に流れてる曲なんですよ。あ、そうだ。そのくらいには、まあ、マイナーすぎない。あ、素晴らしい。いい曲だと思います。まだ、出だしはね。出だしは。ちなみに、今の会話全部ネットの方には入ってますね。ネットの方には入ってる。入ってますもんね。はい、よろしくお願いいたします。どの辺からでしたっけ。基本的にずっと入ってます。入ってます。これマイクもあれですか、この感度で入ってる。今のこのオフトークの間は感度少し上がるので、そうなんです。これ1個で拾ってるんです。あ、そうなんですね。あ、全部細かい音まで全部拾っちゃいます。あ、わかりました。いろいろ知らないこと多いのでちょっと外 の車の音とかも入っちゃうんですけど。あ、じゃあ終わっ、ずっと切られないで YouTube に上がってるもんね。そうですね、はい、あれはちょっとびっくりした。そう、実はそうですよね、オフレコトークしちゃうと本当に拾っちゃうっていう。だオフの時はもう必ず合図してもらって、マイク切ってって言ってもらえれば、あ、その辺切りますので。もう今これしたい。それなんか曲がダメだったっていうと、毎日が文化祭っていうコンセプトでやってるアイドルグループ。なるほど、楽しいんだ。ピクシブって昔あったじゃないですか。はいはいはい、あそこ初の、アイドルグループで、結構やっぱ衣装とかその曲の、うん、まあ、MV とかっていうのにすごい、イラストとか、この声は入ってない、プロの方が参加してるんで、すごい完成度が高くてですね、なんか、ね、楽しい曲ですよね。キャダインさんが結構曲を手掛けてるので、結構楽しくて、うん、こう元気の出るような、かわいいような曲が多いです。ザ・アイドルって感じするけどね。あ、そうですね。それも結構若々しいです。ジャンルが違うけどね。そうですね。ロックじゃない。結構 J-POP。ロックでも好きだね。ロックも好きだった。まあ。でもね、いやいや、やめてください。音声入った。もう画像ももう全部入ってます。でもあれですね、やっぱり言っちゃうわ、とってもね、アイドルのことになるとこは、はい、全然こう、それをシュッとこう上手に表現してくれますね。いやいやいや、こういうね、素晴らしい音楽をね、やっぱりやる方々と私たち出会いたいなぁ、出会いたいなぁと思っています。そうですね、出会いたいですね、はい、ぜひそういうね、才能に出会いたい、出会いたい、うん、輝きに出会いたい、はい、出会いたいな、うん、ぜひ、今ますね、
が終わってきてイベントとか増えると思って、やっぱりまあいろいろ車とか物とかいっぱいありますけど、そういうことに変化していってライブだったり感情動かされるような場を作りたいなって。いやいや、なんかものすごいゲストが来てくれた感じの、素晴らしいですね。いや、練習してますか、普段ぐらい。こんな発言普段しないですよね。発言しかしない男、たまにはいいこと毎回言われてます。ちょっとあの構えてしまいましたが。ちょっと気持ちがちょっとあんまり良くない。良くない。素晴らしいこと言ってたよ。クリスマスから。一瞬入りました。それはいい。そうですね。曲が終わったら CM にそのまま行きます。あ、CM か。こうね、一曲結構たまにはかけるとすると、クリスマスソングか。でもまあ、せっかくね、めちゃめちゃ。すいません、突然。一応、山内店の、リンク先を、ツイキャスの方に貼らせていただきましたので。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね、山内店。というふうにね。結構開けた場所で、アクセスしやすいと思うので、今日も僕きれいに天気塗ったんで、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、じゃあ一回 CM 行きます。こう見てもらっていいですか。はい。コーヒー。音声。音声入ってますか。あ、今入ってます。そのまま。入ってます。あ、違います。YouTube。YouTube とかに向けては一応今話せる状態。あ、そうなんですか。はい。話しますかじゃあ。うん。CM 今これ YouTube に映ってますからね。はい、今 CM が今流れてます、ね、あ、そうです。ラジオは CM を YouTube はずっとこれこう半耳で、じゃあ今から、あと30秒ぐらいで CM は開けます。うん、10秒前です。後半は、うん、次の、何？後半の話題が、後半の大事。5秒前、今から行きましょう。あの27、3、あ、27、やばい。はい、皆さんこんばんは。MK グレイスプレゼンツ輝きの流儀、今日ね、土井秀人がお届けしておりますが、ね、この冬のロマンチックなこの夜に、虹のコンキスタドール2人のシブールということでお届けしたんですけれども、はい、なかなかもう覚えられなくて大変ですよね、はい、やっぱり冬のね、この定番というか、こういう、まあ、全員それも揃って彼女なしという中でですね、うんうん、やっぱりこの輝きね、いいなってつくづく思いますよね。いや、しっとりくるな、はい、しっとりだな、まあ、この曲がまたいいね。うん、ですね。はい、ではでは、ちょっとそんな中ですね、はい、先ほどちょっと振りましたね、12月27日、もう今週の日曜日です、ね、27日日曜日、北谷町 の、 あのイオンの駐車場ですかね、そうですね、北谷イオンの前 の、 あの大きな大きな駐車場、うん、も誰もがご存知だと思うんですけども、そこあたりからスタートしてというので、今、フェイスブックページでも出てるのかな、うん、ちょっと詳しくはですね、こうミーティング&ツーリングということで、うん、どんな集まりを企画して、どんな風に楽しいのか、ちょっと高根社長の方から、ぜひご案内いただきたい。うん、はい、はい、12月27日、9時からですね、北谷町の、これ、北谷町の、ちょっと町営駐車場、はい、北谷町営、うん、まあ、町が営業してる、まあ、駐車場ということで、あのスタバ、あ、そうか、はい、スターバックスの美浜のアメリカンビレッジ店の反対側の奥側に、一応ちょっと集まりまして、そこでちょっと写真撮影挨拶をさせていただいて、うん、で1時間ぐらいこう懇親の場をちょっと開きまして、10時15分に出発と、うん、で、そこからですね、まあ、休憩取りながら小売大橋の方まで皆さんでドライブしてですね、はい、で、13時30分に、まあ、小売大橋、をまた出発になってますね、はい、これ、はい、出発して、14時に名護のフリッパーっていうステーキ屋さんで、まあ、ランチだという
感じの、はい、まあ、ざっとしたらそうな内容なんですけども昼3時ぐらいまで、はいはい、うんうん、これはですね、まあ、皆さんとちょっとこう車好きの皆さんとぜひ僕が絡みたいというそういうことからちょっと企画させてもらったんですけども、まあ、このミーティングツーリングを通してですね、ぜひこう沖縄県ってそんなに大きくないじゃないですか。そんな中でこうコアなね、ちょっと本当にもう車好きの方とちょっとお話をしてみたい。僕はもう本当にいたもんですから、うん、もうその沖縄の皆さんのまた考え方もありますよね、車に対しての情熱とか、うん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 、まあ、そういうのもちょっとなんか聞いて、僕のなんかなんていうんですかね、このまたなんかこう車人生に生かしたいというか、はい、うん、変えていきたいなと思っております。で僕がもう先頭引っ張りますんで、別に僕は超えていってもいいんですよ。超えられるかな。別に超えて別に何も僕は普通にも法定速度で安全に走りますね。はい、まあ、僕はまあ最初はまあ引っ張るつもりでいきますんで、別にもう和を乱すとかそういうの全然いいので、好き自由、好き勝手にこう、なんていうか好き勝手というか交通安全を守りながらですね、はい、まあ、法定速度で楽しく、まあ、先に行ってもね、はい、構わないので行動しても、ね、はいはいはい、楽しくドライブできたらなとですね思ってます。途中で、ね、ですね、途中参加もいいですか。途中参加も全然 OK です、はい、もうぜひぜひもう、はい、もうどしどしね、はい、いいですね、来ていただけたらなと思います。これはこうイメージ的にね、車好きの方っていうとこう例えば、うん、軽トラが大好きな人もいればぐらいの極端ですけどね、全然いるかもですよ。おお、いいですね、うん、スポーツカーの集い、そう、軽トラも集い、リップでもいいです、うん、アメ車でもいい、はい、ね、もうなんならもうトラックでもいいです。おお、なんでも面白いですね。車好きに軽いはありませんからね、はい、まあ、それはちょっとあれ曲だあのまあ車好きの方もぜひぜひ、もうどんな車でもいいので一回、はい、お越しいただいて皆さんとね、はい、ちょっとお話していただけたらなと思いますね、はい、なるほど。いかにその車を、選び、うん、ね、愛用って言ったら変ですけどね、愛車として大切にしてるか、うんうん、そういったところを本当にこう生の声でね、うん、キャッチボールできるそのとても楽しい機会、食事もしたりというのと、うん、まあ、写真を撮ったりとかいろいろね、はい、あると思う。なんか T シャツね、チーム T シャツとか将来的にね、はい、作れたりしたり、ね、そうですね、作りたいですね、なんか、ね、面白いやつね、せっかく自動車屋もね、ぜひぜひやったので、ね、ぜひぜひ作りたいですね。面白そうですね、まあ、ぜひも来てもらえたらと、はい、12月27日9時ですね、スターバックス横の、はい、茶壇店の、の、はい、ね、向かいで、まあ、はい、本当イオンの正面ですよね、あの広いところです。そうですね、はい、ちなみに高根社長はね、もちろん自転車では来ないと思うんですけど、いやいやいや、何に乗って来られるんですか。僕ですか、はい、僕は普通自動車ですね。普通自動車、はい、乗ってきます。いわゆる第一種普通免許で運転できる自動車ね。そうですね、あ、普通免許で運転できる、はい、普通自動車なるほどで行きますね、はい、なるほどですね、はい、ね、皆さんこうなんかワクワクしますよね、こう自慢のね、すんごい、うん、っていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないし、普通なんだけどちょっとここにね、はい、一つ二つこうかましてるというか、うん、ね、そういう方もいらっしゃるかもしれないし、ね、確かに確かに、いや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 、僕は、ね、文鳥に、僕文鳥好きなんですね、僕飼ってたんです、文鳥、鳥を。あ、文鳥にね、一番似てる車があってですね、おその車で来ますので。あ、似てるね、はい、あれ似てますね、はい、確かに文鳥感だね。そうです、白いボディにちょっとこう 丸っこいんですねでちょっとこうくちばしに見えるんだよね。あ、そうですね、はい、あと目もちょっとこう丸く、このボンネットからバンパー、フロントバンパーのラインが文鳥のくちばしに見えるんだよね。はい、うん、やっぱそのね、やっぱ文鳥も軽いんで、僕はもちろんもう軽自動車で参戦したいと思いますので。え、本当に参戦するの。はい、の予定で。そうなの。あ、横に乗るんじゃないの。横に乗っていいですか。え、あ、そういうことですね。すいません、ちょっと今ここすり合わせが悪かったんですけど、僕彼は文鳥からできます。いやいや、横に乗らせてくださいぜひ。なるほどなるほど、まあまあそれはもうご自由にね。もう横乗ります、すいません。一番でも多い方が楽しい。文鳥は家に置いておきます。はい、あ、なるほどなるほどねえ、こう レース界でもね、こう活躍されてた高根社長は。日本では全くですから、ね、いや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 、もうそれはもう、世界です、もうそれはもう、はい、
それはもうやめてほしい。そのお話はです、ね、僕あんまり伺えてないのでそこを聞きたいなと思います。ですね、ミーティングの時にぜひ。あ、そうですね、はい、ちょっと軽くね3 5分ほど話しますよ。あ、もう、ね、集合してから出発まで結構時間ありますので、皆さんぼちぼち来ていただいて。あまりその大したなんかそのそういう話ではないですからね。皆さんもくれぐれもなんか期待しないようにして。いやいや、もうそれを待つ。ただもう僕はもう集まって車好きの者同士こう仲良くなれたらなってただそう思ってる、はい、ですね、次第なので ね、 ありがとうございます。そんなもうなんかもう身構えずにただまあみんなと一緒にもツーリングしていただいて、はい、これかっこいいねって、このパーツどこなのとかね、何してるのとか、そこからなんか新たな出会いがあるかもしれない。いろんな出会いが、ね、そういうのもまたね、僕はその楽しみにしてますのでね、はい、ねえ、いいですよね。フェイスブックでも結構もう興味あるって方30人以上来てますので、うん、はい、結構 ね、 そうですね、楽しいツーリングになるのかなと、ね、いろんな、ね、国の方もいらっしゃるかもしれないのでね、はい、また面白いんじゃないかなと思いますね。結構今だったらアメリカの方が多いんじゃないかな。そうですね、はい、多いですね。僕はあまり関わりなかった。僕なんかこっち来て思ったんですけど、はい、やっぱりアメリカの方結構車すごい好きですね。スポーツカータイプよく乗ってらっしゃいますよね。うん、乗ってますね。SUV とかね、その、まあ、ジープとか乗ってらっしゃいますけどね、はい、なんかちょっと車愛感じるなと思いますね。うん、いいですね。ぜひ絡みたいな。はい、ね、まあ、よくねコミュニティなんて言いますけど、やっぱり同じなんでしょうね、趣味というか方向性を持った人たちっていうのは当然ね仲良くなるし、あとまあどうでしょうね、沖縄の方あんまり北上しないとは言いますけどね、綺麗じゃないですか、このいわゆる西海岸ウエストコーストですよね、ぐーっと上がってって郡島の方まで行くってね、で郡大橋を、大橋ね、はい、晴れてほしい。もうここずっと先雨ですからね。ああ、今予報ではね、さっきも確認しましたけど晴れます。晴れますね、土日と晴れと出てます。なるほど、もうこれは行くしかないですね。いい日になりそうですね。これはもう とってもいい日にしたいな、はい、はい、あれちょっと誰かね、こうムービー、ああね、ちょっと抑える人もね、はい、僕写真だけじゃなくてね、はい、撮ろうと思ってますので。彼がね、文鳥川からちゃんと文鳥川で、ちょっと横から撮りたいので、ぜひ僕の横をね、はい、お願いします。皆さんもねぜひ撮ってもらって、みんな助手席にもし連れの方いらっしゃいましたら、はい、皆さんの車をね。そうですね、はい、いいですね。いやもうね、仕事中じゃないので、こうアイドルの音楽こうぶっ放しながら行きましょう。もう今こう流れているような、僕の車ではやめていただきたい。そうですね、ちょっと車が、車に怒られるかもしれない。それはあなたの車でかけていただいて、僕の車ではかけるのはやめていただきたいなと思いますね。かけることができないかもしれないですけど、それがもう外から聞こえてきた日には僕はもう全力で逃げますから。うわと、それも離れたい。のないんで、ね、そんなことはないですね。まあそれもそれで面白いよね。はい、一緒にね、仲良く行こうね。はい、そうですね、みたいですね。そうですね、なんかこう、やっぱり想像しちゃうな、仲間ができる感じっていうのがね、さっきの道庵のこう、ね、学園祭のノリじゃないけど、やっぱりなんか僕ら子供みたいなとこあるじゃないですか。はい、やっぱりワクワクで楽しくやる中でのそういう仲間ね、これが仕事につながるかもしれないし、もしかしたらラブにつながるかもしれない。何が起こるかね。でもやっぱり人と人っていうのは出会わないとね、何も起きないし、やっぱり輝くっていうことイコールね、そういうまあいい意味でのこうもつれ合いじゃないんですけどね、出会いから生まれてくるので、ね、ぜひぜひ皆さん、僕らもぼちぼち。ね、あっという間に1ヶ月ぐらいやると、来年ぐらいからねまたゲストをね、はい、お迎えしてやっていきたいと思いますので、うん、ね、はい、全然のお問い合わせをいただきたいと。今年終わっちゃいますか。終わりますね。あ、もう一回あるかな。あ、もう一回あるかな、来週。うん、あ、これは、ね、ありますね、はい、早いですね、早いですね、はい。じゃあ、ね、これで、今日はですね、うん、とってもね、ちょっと寒くなってきますが、皆さんお体に気をつけてね、MK グレースプレゼンツね、今日は、輝きの流儀を私、土井と、高根社長、それから、
森光男くんの、ね、3名でお届けいたしました、ね、また来週もちょっと楽しい話題が、うん、あそうだね、総合会の後にもなりますし、うん、あ総合会というか、ね、ミーティング&ツーリングの後にもなりますし、うん、楽しい、ね、12月を皆さん過ごしていただきたいと思います、はいね、はい、今日もどうも生放送ありがとうございました。ありがとうございました。ツイキャス YouTube まだ一応使えてはいるんですけど、あ、そうですね、今はあ、でも、ね、今日ちょっと1分でした、はい、いやいや、疲れてる、神戸で疲れてる、見ての通り疲れてる、もうずっともう、昨日だってほら、あそこね、そう大町に向かうときに、はい、首折れてたから、そうそうそう、気絶して寝てましたけど、結構直前までやりましたね、まあ、気づいたらやってましたね、最近は疲れますね、もう来年はもう楽したい、もう皆さんに頑張っていただけて、僕はもう、はい、遊んで、25、26、27で、沖縄ので、アジア最大級のプロジェクションマッピングのなんかあるみたいなんで、ぜひ、木原市に行きましょう。木原市ね。木原市。木原市。木原市。僕ね、本当にですね、今勉強中です。いろいろ学ぼう。木原市ですね。木原市に今行きたいですね。はい、ぜひ行きたいですね、本当に。ちょっと本当に。ちょっと、ね、ずっとね、雨で。はい。ねえ。あ、YouTube も、これかな、はい、そろそろ、6秒。これが本放送の方が終了ですね。はい。おう、はい、じゃあツイキャス YouTube は止めていきましょうか、はい、最後じゃあ挨拶していただいてそれで終わりましょう。はい、MK グレースプレゼンツ輝きのレビューでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。